おはようございます、マスター。今朝は自主トレーニングですか？いえ、管制室からの指令はないと確認してきたところですので。あなたは今日一日ゆっくり休日を楽しんでいるのかと。なんと、これを私に。いえ、この可能性を考慮していなかったわけではありませんが。ありがとうございます。妨害の喜びです、マスター。いやはや、本来なら飛び上がって喜びを表現したいのですが、そうはいかないのが悔しいですね。カルデアには他に何名か円卓の騎士がいますので、彼らさえいなければ抱き上げていたところです。大げさなものですか。親愛には親愛で応えるのが紳士というもの。しかし困りましたね。あなたが騎士であればいくらでも返せるものがあるのですが、御身は魔術師。いや待て、落胆するのは早いぞガウェイ。これがガレスの誕生日と思えば、失礼、しばらくお待ちを。お待たせしました。ささやかなものですが、こちらを受け取ってほしい。ダヴィンチ女子に取り寄せてもらっていたのです。カルデア内の空調は万全とはいえ、一歩外に出ればそこは標高6000メートルの極寒。女性にとって良い環境とは言えません。ですので、どうぞこちらをお使いください。今や歴戦のマスターとはいえ、あなたは未だ成長の途中にある可憐なレディ。花に水が与えるがごとく、心に潤いを与えてほしい。自らを飾る気持ちを忘れてはいけません。そうであれば、あなたは間違いなく大輪の花を咲かせるでしょう。このあたり、私の目は確かですとも。はい、でも。はい、あなたならそう憤慨すると分かっていましたとも。ですが、そこはご容赦を、マスター。あなたが健やかであればあるほど我が剣にも力が入るのですから。ひとときの契約であれ、この身はあなたの騎士と誓ったのです。であれば、主を守るためにあらゆる手段を使いましょう。なので諦めてお受け取りください。これからもよろしくお願いします、マスター。